はいどうも皆さんこんにちは、くらくらチャンネルのけいすけです。さあ今日もですね、最強の資源狩り編成を探せ、マルチで2回攻めていく二狩り行こうぜ、こちらをお送りしていきます。そして今回はですね、ジャイアントイベントがやってきました。はい、いつも通りコストがですね割引になっておりまして、あここら辺はもうね省きましょうか。はい、というわけで、ジャイアントを使った資源狩り編成、結構ですね紹介いたしました。クイヒージャイヒーとかねいろいろやってきましたが、今回はですねいつも通り、こちらの編成でやっていこうかなと思います。その編成がこちら、はい、ジャイアントラッシュ。今回はですね、このジャイアント55体で資源狩りやっていこうかなと思います。前回はガーゴイルイベントでタウンホール10相手に星つけられるかっていうのをやったんですけども、ちょっとねジャイアントはね厳しい気がするんですよね。他のですね施設を削ったりとかしてパーセンテージ伸ばせないので、ちょっとね厳しいかなと思うので、ちょっとね一回タウンホール9相手に攻めてみたいなと思います。というわけで、早速ですね、タウンホール9相手にジャイアントラッシュをしたらどれぐらいの進行速度なのかっていうのをですね、見ていきます。はい、というわけで、ちょっとねタウンホール9相手に攻めてみたいなと思います。さあこれどう攻めよう。サイドカットもできないんでヒーローをうまく中に入れるっていうのがちょっと難しいんですけども、ちょっとねやってみます。さあこっからアチャクイを一旦出していって、ゴレクイならぬ、ジャイクイでね、しっかりと施設をカットしていきます。さあいいですよいいですよ、もうちょいジャイ出しましょう。はい、ジャイアントを足していきまして、こっからジャイラッシュでいけるかな。さあジャイアントを一気に流し込んでいきます。すげえ全然出しきれない。はっ、いきます。さあこっから進撃の巨人張りに中に入れていきます。さあそしてババキンは、おっと角大工があったので、それていきました。さあそしてこっからポイズンを落としていく。さあ範囲攻撃の鉄はまだないので、とりあえずヒーリングは一旦落としておきますか。さあ一旦落としておいて、さあ進行具合どうなるどうなる。さあ進撃の巨人いいぞいいぞ、いや対空砲に対しても、おいいですねこれ。さあちょっと一旦ヒーリング落としていきます。これ水筒とか上の人食った方が早いと思うんですけども、こんな風に一瞬にして壊していきました。さあただちょっとババキンがしつこい。さあでこっからヒーリング当てていきましょう。いやでも結構いいですね。ちょっとババキンがずっとストーキングしているんですけども、なかなかいい働きをしている。いやいいですいいぞ。レゴ壁とかも一瞬ですね、強っ、なかなか強いです。さあ残り、2つのヒーリングを大切にしていきます。ちょっと範囲攻撃もないんでね、ちょっと一旦ここでヒーリング落としていきます。さあ結構意外と削れてる。さあ強いぞ強いぞ、よしいいいいですいいですよ。さあ残り一発のヒーリングは、ウィズトとかボムターバンのあたりですね、そこに落としていきましょう。ずっとババキンが後ついてるんですけども、ジャイアントたちの全然ですね、ジャイアントたち死なないです。あただバネトラップやっぱ強いな。さあここで一旦ヒーリングを落としていきまして、でここからババキンはもうちょっと一旦フィスト発動して、さあこっからあれちょっと待って、あれこれ前回いけるんじゃないですか。え待って待って待って、事故って終わろうと思ったんですけど、あれちょっと待って、意外といけるぞこれ、伸びがいい。さあジャイアントたちもまだまだ生き残っている。さあこっからあれ待って、迫撃砲を壊してからのエアソイを壊していく。でスケトラとババキンがうざい、スケトラとババキンがうざいんですけども、こっからジャイアントたちの逆襲、はいストーカーたちに対してこんな風に逆襲していきます。あれちょっと待って、いけるぞこれ。さあ待って待って待って、落ち着いていこう。あと24秒。さあクロークをどこで発動していくかが大事です。さあただアチャクイが回ってきて、ここで一旦もうクローク発動して、さあキャンプとか金座壊していってほしい。さあいいぞいいぞいいぞ、いけるいけるいける。さあこっからアチャクイの射程、壁殴んなよ。ただこっから、あちょっと巨爆でババが死んでしまったが、こっから前回通ることが、あー角大工しまった。いやちょっと待って、ただ角大工で前回は逃したんですけれども、意外といけましたね。はい、そしたらですね、さっきはタウンホール9相手に予想外の結果だったので、
今度はですね、缶ホール10相手に星をつけることができるのか、こちらをですね、やってみたいなと思います。さっきはですね、タウンホール9相手だったので、オールヒーリングだったんですけども、ちょっとですね、呪文編成変えまして、まあタウンホールを狙って星1つけられたら、まあもう全開と言ってもいいんじゃないかなと思います。というわけで、早速攻めていきましょう。はい、そしたらですね、タウンホール10相手にですね、ちょっとね、攻めていきたいなと思います。これちょうどいいですね、外周に施設がないので、結構ですね、サイドカットなどもしやすいんじゃないかなと。さあ、援軍を釣っていきます。援軍は出ては来ないですね。なので、こっから3体ぐらい当てていって、こっから、ジャイクイでカットをしていきます。さあ、もうちょい削っていきましょう。で、こっからアチャクイとかを、流していきたい。さあ、いいですね。オッケーオッケー。で、アーチャータワーを削ってくれるかな?さあ、オッケー。こっから削っていってからのどうしましょうか。さあ、こっからジャイアントラッシュでジャイアント入れていきましょう。さあ、アチャクイが逸れてる。アチャクイが逸れてる。まずい。まずい。アチャクイが逸れてる。オッケー。あぶね。さあ、で、ババキンを入れていきます。で、こっからどうしましょう。あー、分裂するな、絶対。絶対分裂する。よしよし。で、からの、おっと、ヒーリングがあるので、一旦こっちに入れておいて、からのジャンプで入れていきます。さあ、いいですよ、いいですよ。で、こっから、0-1、一気に削っていけ。さあ、よし。で、フリーズが嫌なので、ここ固めていって、さあ、こっから星をつけていきたい。で、今のうちにヒーリング。ヒーリングで全回復をしていきます。さあ、いいですよ。こっからインフィルの束を折っていって、オッケーオッケーオッケー。いいいいいい。さあ、こっから星をつけてくれ。タウンホール狙ってくれ。頼む。よしよし。よし。ミストがちょっと嫌なんですけども。オッケー、いいですよ。さあ、いい感じ、いい感じ。で、こっから、あー、ちょっと、ミストがやっぱり天敵なんですけれども、こっから星つけれますね。いいですよ。さあ、タウンホールを狙っていきたい。で、ババキンがしっかりと、タウンホールを壊してくれますね。オッケー、いいですよ。さあ、で、こっから壊していって、ババキンフィスト発動。で、ダクエリを狙っていきましょう。さあ、こっからダクエリを思いっきり取っていって、オッケー。で、アチャクイクローク発動していって、オッケー。星1取れましたし、さらにダクエリも全部抜けた。オッケー、いいですね。意外と、強えな。はい。いつもはですね、こういったネタ編成、だいたい星ゼロでやらかして、コメントで、下手くそだなって言われるのが、いつもの、私、ケイスケなんですけども、今日ですね、2回とも星つけれてるし、うまくいってるんですよね。なんでしょう、調子悪いんですかね。なので、3回目、ちょっとね、最後に1回攻めてみたいなと思います。はい。それでは3回目攻めていきたいなと思います。見てください、この放置村。この額、めっちゃ溜まってますよ。違う形で出会いたかったんですけども。ちょっとね、この配置攻めていきます。マジか。ほんと、なんでこんな時に出てくんの?放置村。ちょっと、こっからですね、施設削っていきます。で、アーチャータワーとかね、大砲ね、いつも通りですね、削っていきます。さあ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 。で、こっから、待ってよ。大砲、アーチャータワー削って、こっからアーチャクイどっち流れるかな?多分、金庫の方に流れると思うんですよね。さあ、弊社の方流れるか。だったら、弊社の方を、カットしていきます。さあ、こっから、ジャイアントを当てていって、いいですね。こっから、どんどん施設を削っていきます。さあ、こっから、アチャクイ。アチャクイに、アチャクイを打つな。さあ、オッケー、いいですね。で、こっからどうしよう。迷うな、これ。もういいや、こっからもうジャイアントラッシュで流し込んでいきます。で、ババキンでサイドカットを行う。あ、ババキンはちょっとそっからだと流れる。そこは流れる。ダメ。そっちはダメ。ダメ、ババちゃん。ダメ。あ、まあいいや、しょうがない。で、こっから、ヒーリングを一旦落としていって、で、どうするこれ。あ、オッケー、ジャイアントが壁破ってくれたんで、そしたらですね、こっから、もうジャイアントに対してですね、はい、レイジを落としていってからの、ジャンプ。で、ここでヒーリングで一旦固めましょう。さあ、もうちょいテスラですね、固められたらいいかなと思ったんですけども、さあ、こっからいいですよ。ヒーリング落としていって全回復。さあ、オッケー、結構施設削れてる。さあ、ババキン落ちてる。
で、あちゃくい、あちゃくいクローク。さあ、星をつけていこう。いいですよ、いいですよ。よし。で、こっから星2をつけていって、うわー。うわー、もっとゴブリンとか欲しい、いろいろ。いろいろ欲しい。いろいろ足りない。ただ、よしよしよし。よし、こっからですね、ジャイアントたち頑張れ。さあ、もうエリタン殴ってくれ。もうね、ウィズ島とか、なんか上のウィズ食え。で、アチャ島も上のアーチャー食え、ジャイアントたち。もう頼む、これ。さあ、頼む。もうせめてめっちゃ事件取ってほしい。さあ、もういいや。ここら辺でクローク発動していって。オッケー、エリタンも抜いていって、かなり抜くことができました。さらに、放置村といえども、星2を取れて、かなり資源も取れたんではないでしょうか。さあ、あれ、ちょっと、あれだな。俺、ネタ編成に慣れてきてない？